こんにちは、加納あんばいです。皆さん、五級着物ってご存知ですか？五級着物とは、5月から9月まで着られる着物のこと。一重の時期から薄物の時期まで着用できる便利な着物。五級着物として有名なのは、自宅で洗えて洋服感覚で着用できる綿朝縮みなんだけど、正絹にも5月から9月まで着回せる着物はあるのよ。今日私が着ているこの夏おしまも五級正絹着物。薄物と呼ばれる夏用の着物だけれども、小麻呂や平呂、斜や絹芭蕉、絹勾配と比べると透け感は控えめ。こうやって色の濃い長襦袢を合わせると透け感はほとんどなくなる。5月や9月の一重の時期には、こうやって一重に合わせるような九寸名古屋帯や八寸名古屋帯を合わせてるの。6月以降は麻の帯や透け感が美しい博多の車検所を合わせてきてるわ。こういう絹芭蕉っぽい夏紬は透け感が強いから、こういうのは夏限定。思い起こせば、私が初めて仕立てた正絹一重も五級正絹着物。一重の時期から生花まで着れるので便利ですよって呉服専門店で勧められたの。それがこれ、爽やかちりめんの小紋。爽やかちりめんは滋賀県の長浜市で作られる浜ちりめんの一種で、一重と生花で兼用できるように開発されたロメのないちりめんの生地。ロメがないからパッと見て夏って印象を与えないけれども、薄くって軽くって大活躍。他にもロチリメンやタテロの着物も五級正絹着物。ロチリメンはタテロは一般的な小麻呂や平呂に比べると透け感が少ない。ロチリメンもタテロも一重の季節に着用する生地で、生花には着用しないという方もいるけれど、今は着物を着る機会も減ったし、期間を限定しすぎると着る機会を失っちゃうっていうことで、生花でも着てる人が多くなったのよ。これ先日メルカリで9000円で購入したロチリメンの色無地。ちりめんの質感だから、遠目からだとロメも分かりにくいでしょ。コートや羽織に使われる紋紗も透け感の少ないものは5月から9月まで着用できるわ。紗は生地全体が絡み織りという織り方で、織られた透け感が強い生地なんだけど、紋紗は紗に柄を織り込んだもので、平織りで透けない部分があるから、平織り部分が多いと透け感が少ないの。紋紗って昔はほとんどなくって、新しいタイプの生地だから、昔ながらの着物ルールに縛られていないから、季節の変わり目にも使いやすい生地なのね。私がこの紋紗を一重の時期に着るときには、濃い色の長襦袢を着て透け感を抑えて、生花に着るときは白い長襦袢を着ることで透け感を強く出すこともできるのよ。あらゆる五級着物だと、綿朝縮みの一重やセオアルファの浴衣を着物スタイルで着たりすることもできるわ。私の場合はこういう綿路の浴衣も半襟をつけて着物スタイルで五級着物として活用してるわ。ロメは分かりやすいんだけど、綿だから透け感はあんまりないしね。浴衣の解禁も東京は5月の三社祭りだし、浴衣も五級着物って呼べるわよ。五級着物の特徴は、一目で夏物だと分かりにくいこと。柔らかものであれば、爽やかちりめんやろちりめんなど、夏ちりめんやたてろ。硬物であれば、夏大島など透け感が控えめな夏紬や紋紗。自宅で洗えるものであれば、綿朝縮みや綿ろ、セオアルファ。夏着物って少しハードルが高いイメージだけど、五級着物を知ってると初心者にとって一重より使い勝手がいい着物なの。特に私は暑がりだから、最近買うのはもっぱら五級着物ばっかり。現代の体感に合わせた新セオリーの五級着物は、着物生活を楽しく快適にしてくれること間違いなしなんだから。本日は五級正絹着物についてお話ししました。この動画が面白いなとか、お役に立てたようでしたら、高評価とチャンネル登録お願いいたします。